新人なのに貫禄がありすぎると話題のフジテレビアナウンサー上垣幸太郎アナウンサーが初の MC を務め、世界で盛り上がりを見せるキャラクタービジネスに焦点を当てた専門番組キャラビズジャーナル、毎週日曜前5時10分5時40分関東ローカルが10月6日から始まる。放送を直前に控える中、入社1年目ながらもひときわ目立つ存在として注目される上垣アナに、同番組の魅力に加え自身のルーツについても存分に語ってもらった。同番組では上垣アナが業界の今を探るため各分野の専門家たちを訪ねて話題のスポットや企業の裏側に潜入取材していく。上垣アナは8月に街グルメのマジ探索かまいまち2時間 SP で初めて GP 帯での番組進行を務めたばかり。そこでも魅力を放った上垣アナだが、このキャラビズジャーナルで地上波レギュラー番組の初 MC を飾る。そんな上垣アナは架空の学校を想定したテスト作りという一風変わった特技を持ち、本番組の初回ロケでもその特技を生かしたオリジナルクイズが登場する。